こんにちは、動画ファンの成田です。今回は LINE のグループトークでグループで音声通話をする方法についてご紹介いたします。 LINE を愛用されていらっしゃる方でしたらもちろんご存知だと思います。グループトーク、グループトークは複数のメンバーでメッセージのやり取りができる、そういったサービスですよね。そしてもう一つ、 LINE には音声通話があります。お互いの電話番号を知らなくても LINE でお友達登録をした人同士であれば通話料無料で音声での通話をすることができますよね。実はこの2つ掛け合わせて使うことができます。つまりグループトークで音声通話ができます。複数のメンバーで音声での会話を同時に行うことができるんですね。そこで今回はその LINE のグループトークで音声通話をする方法についてご紹介をしてまいります。ではまずそのグループトークの開始方法なんですが、基本的に Android でも iPhone でもやり方は同じになりますので、まずは Android で解説をしてまいります。対象となるグループを、トークルームを開いてください。今回はちょっとテスト用のグループでメンバーが2人しかいない、私ともう1台、別の自分のアカウントになるんですけれども、人数が増えてもやり方は同じになります。トークルーム開きましたら右上にこのような通話のマークがあります。これはいつも通りです。通常 LINE で音声通話するときと同じなんですけれども、グループトークでもこの受話器のマークタップしてください。そうすると音声通話、ビデオ通話、ライブと出てまいりますので、音声通話をタップします。ちなみにみんなで顔を見合って話をしたりしたいときはビデオ通話にしてください。今回は音声通話にいたします。そうするとグループ内のすべての人にメッセージが届きます。ではこちらの端末が今グループトークが来た方の端末になります。グループトークが届きましたらこちらのトークルーム開いてください。そうするとこのようにグループ音声通話が開始されましたというメッセージがメンバーすべてに届きます。で、受け取った側でその音声通話、グループの音声通話に参加をする場合はこの参加ボタン、このメッセージの参加、もしくはこの上にこのようなメッセージが表示されておりますので、この右側の参加、こちらをタップしてください。そうすると音声通話進行中で参加しますかと出てまいりますので OK をタップするとこのような画面になりまして、で、それぞれ今グループトークに参加しているメンバーのアイコン、プロフィールアイコンが表示されて音声通話が始まっております。ちょっと音がハウリングっぽく聞こえているかもしれないですけれども、今これで音声通話ができております。それぞれこちらのスピーカーのマークをタップすると、すいません、ちょっとハウリングしちゃったんで閉じてしまいましたけれども、スピーカーフォンにすることもできますし、自分が喋るのをやめたいときはこのマイクのマークタップすると自分のマイクがミュートになるので自分の発言が相手に聞こえなくなります。ただこの状態で今通話は接続しております。ではグループトーク音声通話終了ですとなりましたら、それぞれ自分でこの切るボタンをタップしてください。今こちらの人が音声通話、グループトークの音声通話を開始したんですけれども、この人が一人切るボタンを押してもこの人はまだつながっています。必ず音声通話終了するときは自分も切るボタンをタップして終了してください。これでグループ通話が終了となります。LINE のグループトークではメンバー全員で音声での通話もできるようになっております。ちょっとした会議なんかでも使えるのではないでしょうか。よろしければぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画の配信を行っております。チャンネル登録お待ちしております。